はいどうもケニーです。よろしくお願いします。ということで今回もバンティラシューやっていきましょう。ということで、はい、今回はですね、こちら別れ入り、はい、俺がちょっとプレイするのはちょっと初動画になってくるんですけども、よかったら見ていってくださいと。うん、で、今回の内容で言ってくると何なのかっていう話なんですけども、うん、まだ100になってない別れ入りの方もいるし、まあ最近手に入れられた方も多分いらっしゃると思うので、まあね、こういう感じにした方が、リーグちょっとやりやすいよというのをね、まあちょっとお話できたらいいかなというふうに思います。はい、まずはですね、サポート、もう間違いなく100になってなかったら青寄せ。うん。もうこれ間違いない。うん。じゃないと、ダメージが入らん。そして、ワンパン祭りになってしまいます。別れ入りが。まあ、耐久力が本当に弱いんで、別れ入り。うん。まあ、ジャスカイしろよっていう話なんですけども、はい。まあ、耐久力が弱いから、桃源凸火とかワンパンになってしまうんですね。はい。で、ワンパン回避特性が、別れ入りないんで、はい。まあ、そこをね、考えるために、一応、まあ、青寄せ。うん。これ逆にしてしまうと、本当まあ、別れ入りも秒で死ぬんで、はい。まあ、ぜひとも青寄せにしてみてください。で、サポートの中身なんですけども、はい。まあね、この中で結局何が必要、うん。一番どれが必要ですかっていう話になってくると、何かって言ったら、もう最悪の世代。もうこれ。うん。なんでっていう話なんですけども、今回それを重視に結構ちょっと動画頑張ったんですけども、うん、ロジャー対面、ここっす。うん、もうロジャーが増えすぎて、もう若レイリー、まあ、ドヒがいるからね、もうロジャーが生き生きしてくるんで、はい、その時に結局倒せない。まあ、ブースト中は、87の俺のレイリーでもいけるんですよね。スキル1ワンパンとかね。はい、っていう感じでできるんですけども、これ、そう、最悪の世代。通常の時最悪の世代になって、ないと、きついんですね。はい、吹っ飛ばすことができないと。はい、まあ、なんで、それをね、めちゃくちゃ、頑張って撮ってきたんで、はい、まあ、よかったら見てください。はい。で、一応他にはね、アタッカー麦わらの一味超人系船長、新世界と、はい、いう感じでついております。うん。で、メダルになってくるんですけども、これはね、もうルフィ2種だったらいいや。うん。とりあえずルフィ2種だったらいいかなっていう感じ。うん。まあ、あとドフィアカローとかね、そういうダッシュ速度メインとかでもいいし、CP9 揃えるのも全然ありだしっていう感じなんですけども、まあ、ここがね、スキル1、スキル2短縮、回避、まあ、ダッシュ速度がしっかり短縮されてたら OK かな。はい。で、これに関して固有特性もう全く気にしてないんで。はい。もうなんでって言ったら、俺ちょっとメダルが専用のやつがないんで、こういうメダルになってしまったっていうだけなんですけども、ただ注目すべきはこの中身。うん、ここね、951プラスと212という攻撃力、防御力のやつなんですけども、はい、これも間違いない攻撃無理。うん、もうじゃないとダメージ入んないから。うん。で、ダメージ入んないってことは、全然ダメージ入れれないってことは、敵からしたら2割2割なんですね。はい。ってなってくると、そのもうレイリーのジャスカイがなんじゃらほいみたいな感じでもう思われて余裕で、もう余裕のスタンスで来るから、向こう心のゆとりがあるんですね。はい。まあなんで、結構ね、甘いプレイをしてくれないっていう形になってくるんですけども、まあこういうのはこれぐらいあると、赤犬、今300体ぐらいにいるんですけども、うん、赤犬通常2、3000ぐらい食らいます。バカレイリーのね。はい。まあ、なんで、これにしてもらえたらなというふうに思います。平等に振る、攻撃防御力、平等に振るとね、全然ダメージ入んないし、結局耐久力ないからすぐ死ぬし、みたいな感じだから、うん。なんで、まあ、こういった風なね、やつをして、うわ、こいつ攻撃力高え!みたいなね、ちょっと思わせるのもあり。はい、っていう感じなので、俺が一番しっくりきたのはもうこの攻撃力寄せ。うん、もう間違いない。はい。っていうところで、まあ今回ね、その最悪の世代が必須っていうのと、まあそのロジャー対面の時、うん。で、まああとはまあ試合展開っていうのをね、まあちょっと頑張ってみたやつがあるんで、まあよかったら見ていってください。それでは行きましょう。レッツゴー!私は甘くないぞ。
私は常に真剣なんだよ。私は甘くないぞ。これはどうかな。聞くとしよう。そして起きたら3時だったっていうだけの話ということで頑張っていきましょう。はい、ということでオロビがいるんで、まあこれは先部ガンガンな感じなので、ここでステイして待っておきましょう。あなたが取るのかい、あなたが取るのかい、お疲れ様からの、ドドンドンドンマイ、ドドドドンマイ、ドドドドンマイ、マイマイマイケルジョーダン。はい、夜中のテンションです。さあ、まあここで上、あ、うまーい。うまいね。さあそこで吹っ飛ばす。さあ下に落ちてきた2人は結局俺が処理をする。さあ、まあということで、かかってらっしゃい、見てらっしゃい。さあ、それ OK。 あ、今のは皆さん見なかったことにしてくださいということでですね、はい、不意打ちドッカーンということで、さあかかってこいよ、スキルを全部出せばもう怖くない。さあ OK、 よいしょ。さあ、まああと一発二発ぐらいですかね。はい、まあということで、さあ回避して、はい、回避して OK。 さあこれはもう後をつけていきましょう。はい、ピピピュン、あ、ピピピュン、あ、さあロジャー話してください、その旗。さあ飛んでけ、ドッカーン、オッケー、よいしょと。さあ一回隠れましょう。さあそしてここでスケルプッパー、オッケー。さあ、まあちょっと気絶を付与してしまった私はよろけ向こうをつけてしまった。これはどうするか。さあ旗を握るまでとりあえずうろちょろして、はい、回避して、さあ回避して、そして弾をさせる。完璧、完璧すぎる。さあ、取られるんかい、あと一撃やったやんかいっつって、さあこんにちは。さあ、よいしょ、危ねえ危ねえ、今のは気持ちいいっていうことで、さあこの若道日も俺がやっていこうか。さあよいしょ、さあオッケーオッケー、あ、よいしょ。あ、まあ、ロジャーに、あ、いや、ロジャーに任してもよかったっすね。はい、ということで、でももうここまでやっちゃったんならやっちゃいたい。さあ、オッケーということで、まあ、そこ一回捨てようか。さあ、敵部来てるんでしっかり守っていこう、てっぺんを。さあ、にっこりー、よいしょ、オッケー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 。さあ、こっから引くか。あ、引いたっすね、オッケー。さあ、タゲをしっかり飛んで、パピコーパピコ、パピコ、パピコ。さあ、どうぞ。あー、お、ゲッターダグついてない、俺ゲッターダグついてると思ったら、なんか初期増加早かった気するんだけどな。さっきのは多分目の錯覚でしたね。さあちょっと待って、逃げ、あ、ごめんごめん、いやー待って、裏行かないで、あなた止まってください。さあ止まって、あー、じゃあてか味方が下落ちて、いやー待って、そこの虹、ごめんごめん。さあそこは任せて虹、あー、ナイス、吹っ飛ばし、いけるか、オッケー、ナイスー、ゴゴ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 。なんかオロビが夜中多い気がするけど、気のせいですか？僕ドラえもん、ドミタくん、どうしてんな、あそこ、あおじゃん、どうして夜中オロビ多いのかな、わからない。もうスキル全部使っちゃった、どうしよう。あ、なんか叫んでる4番。なんかさ、夜中の天、あ、ナイス。ナイス。さあ、味方を犠牲にして。はい、さあ、倒していく。これが俺スタイルじゃ。っていうことで、さあ、まあ、ゆっくりゲージ貯めとこうか。もう新旗任せて、とりあえず、ちょっともう、ゲット、ゲッターしかいないからね。ゲッターしかいないんですよ。ゲージを多分ゆっくり貯めてくれる人がマジでいないっていうね。はい、ちょっとこれは、ちょっともうどうしようかということで、そういうわけ、おめえは僕に任せな。あ、僕ドラえもんです。さあ、おでんさん握ってください。おでんさんに任してくれ。おでんさん、僕を信じてくれてたのね。ありがとうなのね。さあ、じゃあ僕、おでんさんをカバーするなり。よいしょ、よいしょ。
あれ俺産まない。やってめっちゃ産まない。びっくりした自分で。いやもう死にそうやけど、もうさすがにな。まあとりあえずこれ赤犬だけ落としたい。オーケーナイス。ああ後ろの正面だあれって言って、あれ何やったっけ、分かれたんかー、ごめんか、あーいな、あなたはおでんですね。さあどつかやめてください。え俺ふざけてる方がうまい説あるな、それ。そんなことなかった。いやもうマジでやばいわ。もうちょっと待って、これ本当にさ、今1時間ぐらいやってんだって、もうちょっといいの取らせてくれよ。さあ、んー、このロジャーをぶっ飛ばす。よいしょ。さあ、旗を奪取しつつ、マカムサリが飛んでくる。あとない。おいしょ。さあおいしょ。さあよいしょ。え産まない、え勝った、まさかの、あ。いや気のせいでした。ナイス。どうもいます、よろしくお願いします。はい、いう感じで頑張っていきましょう。さあ、まあ二陣か、まあ突っ込んでいくのもあり、赤犬のとこ行くのありだね。はい、ということで、あーでもロジャーが突っ込みたい症候群に駆られてるんで、ロジャーに任せましょう。さあ、まず二陣スタート。さあ、まあゆっくりゲージ貯めますか。さあ、で、あ、赤犬の無敵だけちょっと剥がしに行きましょう。はい、まあできてる限りね、このあの飛ぶ斬撃のやつはね、もう赤犬のも剥がすためだけにも俺は使ってます。はい、それがあんま使わないね。はい、ということで、さあ、こんな中で別れに来るか。さあ来い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 、あー来ないですね。あーそこ取れるんか、ナイス。さあそこ取るから、ここでぶっ飛ばそう。よいしょ、オッケー、ナイス。下に落ちんかった。さあ帰りましょう、肉取ってとりあえず帰ろう。さあ、この斬撃がたまれば、あの赤犬に当てたいところではあるんですけど、赤犬真ん中行った。あそこにじん守って、あの人参は誰、お、そう、若の通り、なんで戻ってきた。なんで戻ってきた。さあ、ここの、赤いの無敵使うかな。さあ無敵使えば、さあオッケー、これとりあえず一回剥がそう。さあ無敵を剥がして、で、とりあえずこれ無視。あー、これは今のは避けれた、今のは頑張れば避けれた。あーもったいない。さあということで、ここの赤犬をとりあえず、やりましょうか。さあ、オッケーと、おーっと、みんなスキル出していく。これはちょっともったいない。さあ、まあ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 、ここ取り返して、もうここちょっと若道夫に任せよう。どこ行くの。どこ行くの。さあちょっと待って、一回ちょっと裏怖い、みんな前線上がってるからね。さあ、もうそこは任す。いや、ちょっとロビンよ、そい、よい、あー、そいや、そ、さあ、そいや、そ、さあ、さあ、待って、そこ、待って、待って、待って、私、速度すごい速いね。さあ、いけ、オッケー、さあ、よいしょ、で、取る、いや、オッケー、で、ここぶっ飛ばす、オッケー、さあ、オッケー、どう、取れるかな、さあ、あ、俺は信じる、オッケー、信じてる、ナイス。いや、ナイスおでん、ナイス、信じた甲斐がありました。さあ、真ん中、これはよいしょ、オーケー。さあこれ取り返そうか。さあ、取って、まあこれ取り際なんかされるけど、まあ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 、吹っ飛ばしのやつがないんでね。とりあえずこれでいって斬撃来るか、もう回避おさん。さあ、こっから分かれ入りタイマン、よいしょ、よいしょ、よいしょ。さあオーケー、ナイス。さあここでタゲをしっかり当たって、通常の間合いに入ったと同時に打つ、よいしょ、こういうこと。さあいうこと。さあ、あとはあれやれるかな。あ、オッケーオッケーオッケー。で、あー、おでんか。待って、これは桃源突か、よいしょ。さあオッケー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 。さあ、あとはちょっと耐えよう、頑張って、よいしょ。あか、あー、あーか、あーか、お互いなんかやってる。あか、やめて。オッケー、ブーストきた、もう大丈夫、オッケー、ナイス。はい、ということでですね、賛成終了でございます。提供の味方様ありがとうございました。ということで、今回ね、はい、別れにいかがだったでしょうか、ということで頑張りました。はい、まあなんでね、ぜひとも皆さん別れに使ってる方は、リーグでガンガンぶっ飛ばして、旗ダッシュして、キルしまくってください。ということで、今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。じゃあね。